巨人ファン、行く。いきなり5失点。バッピすぎる、いきなり5失点。なんでこいつを先発させたんだ。2軍の成績考えれば赤星かメンデスでよかったのに、こんなの使ったのが悪いよね。今日はお祭りやな、中日へのファンサービスや。なんなのこいつ、こっちが恥ずかしいわ。お笑い球団中日ユニドラゴンズに負けてたら優勝はないな。こんな鮮やかな炎上を見るのは久々だな。プロ野球全体見渡しても、こんなお笑い球団に5失点とか舐めてるやろ。チュニドラにこんなボコられるやつ初めて見たわ。 W クビになっても中日がバッピで雇ってくれるさ。ドラゴンズらしくない点の取り方。 W みんな赤星にごめんなさいしないといけないよね。赤星一人で7敗を延々と叩いてた人たち特にね。ドラゴンズらしくない点の取り方。 W 中継ない日は見なくていい法則。5失点もう見るの止めるか。中日に勝てないとかもうどうしようもねえよ。小笠原から5点は無理だわ。バッテリーごと変えろよ。小林でいいわ。どうすんのこれ、投手陣疲労溜まってるのに。ドラゴンズが自分を見失ったな。初回から試合壊しやがった。2軍で出直してこい。ご視聴ありがとうございました。